どうも、カズドリのおかずです。今回紹介する技は、ネイマールチョップ。クリスチャーノ・ロナウド選手などの得意技でもある技です。シンプルかつ非常に効果的な技なので、ぜひ練習してみてください。ということでまずは、できない方向けにやり方から詳しく説明していきたいと思います。それでは早速、行ってみよう。それではまずは、ステップ1。止まったボールに対して逆足でジャンプしていきます。この際意識してほしいのが、次に利き足で触りやすい位置に着地するということです。ということでステップ2、ボールを飛び越した後利き足インサイドでタッチしていきます。逆足でジャンプ、利き足インサイドでタッチ。この時ボールを触った後、先に利き足が着地してから逆足が着地します。これもできたら最後にステップ3、ドリブルから行えれば完成です。この時の唯一のコツとして、直線的なドリブルから入ってはいけません。体の背後でチョップを行うことになり、角度が作れずボールが前に来ません。次の行動に移りにくくなります。チョップ前のワンタッチでボールを利き足側に置きましょう。このアウトサイドのワンタッチで角度ができるので、ボールが自然と体の前に来ます。最後に使用例を紹介しておしまいにしたいと思います。使用例1は、シンプルに逆足でシュート。使用例2は、チョップ後切り返して利き足でシュート。使用例3は、チョップ後すぐに切り返し。これが一番使えると思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ネイマールチョップ講座でした。使う前に利き足側に少し運ぶということを忘れずに練習してみてください。それ以外は非常にシンプルで簡単な技だと思います。特に最後にやった逆足で再度切り返すという技は非常に効果的です。決まれば相手を抜き切ることができるので、ぜひチャレンジしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画がためになったと思ったら高評価よろしくお願いします。いろいろな動画も上げているので、チャンネル登録も忘れずに。